他に県内各地で降った今この影響で多くの野菜や果物などに被害が出ました。県によりますと、今のところ中通りと浜通りの15の市町村で被害が確認されていて、今週中に被害状況をまとめることにしています。被害は深刻とみられていて、内堀知事は農家への支援を検討していく考えを示しました。被害状況の。 早期把握と合わせて収量や品質の確保に向けた技術支援を行ってまいります一方内堀知事は今日の会見で総額146億1100万円の補正予算の概要を発表しました 今回は、今年3月の地震への対応として93億円余りを盛り込んでいて、被害を受けた農業や漁業の施設の復旧整備補助などに充てることにしています。度重なる災害によって心が折れかねない農業者の皆さんをしっかり応援していきたいというものがございます。